そうだよ。小学校の夏休みについて。韓国は7月下旬から8月中旬、日本は7月下旬から8月下旬と、だいたい同じ時期が夏休みシーズンとなっていました。この間、もちろん小学校はお休みです。日本では小学校で授業が行われることは登校日以外あまりないのですが、韓国では夏休み中も小学校でいろいろな選択授業が実施されているようでした。英語や算数のような勉強系をはじめ、テコンドー、乗馬、ロボット作りなど、さまざまなプログラムがあるようでしたが、今回はその一つ、漫画クラスを体験受講させてもらうことができました。日本から来た家族ということで、見学の許可をいただきました。ですが、初めての場所にはすぐには馴染めない龍馬。最初は教室の後ろでただ見学をしていました。みんなで漫画を描いてみようという授業はこんな感じでした。ちなみに先生は短パンにバンダナというラフな格好だったのが印象的でした。日本語ができる先生で、ホワイトボードには日本語タイトルを書いてくれていました。先生のおかげで徐々に席に着くことができた龍馬。今まで漫画を描いた経験はありませんでしたが、見よう見まねでチャレンジしてみました。やってみると意外と漫画らしいものが描けました。ちなみにこちらはいとこの作品です。言葉がわからなくても絵で伝わるものがありますよね。そしてこちらは音楽教室。3歳くらいまでの小さな子どもたちが音楽を楽しんでいました。이건누구거지요이건서우라서진이거예요자엄마아빠거먼저나눠줄테니까엄마아빠한테갖다주자앞으로오세요자그러면이제너희들것도줄게앞으로와봐見学はとっても興味深い異文化体験でした。バイジョショコマオヨー